劇団プラッツォ集えアジトに大集合。よいしょ、よいしょ、こんばんは。乾杯しましょう。乾杯しましょう。乾杯しよう。せーの、乾杯。皆さん今日もお疲れ様です。お疲れ様でした。12時半です。あ、いや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 、まあ今月も始まりましたよ、ユーストリーム。はい、1時間、1時半までごゆるりとお付き合いください。そしていつもの通りね、こちらの方コメント、ログインしていただければコメントできますので、はい、じゃんじゃんお待ちしておりますので、はい、お待ちしております、はい、いつでもお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、はい、僕らは何をやってるんですか、はい、何やってるんですか。ユーストしてるよ。そうだね。ユーストは知っている。喋ってるね。違うよ、近況的なことですよ。近況的な、近況的な。あ、でもあれだね、梅雨明けたね。あ、そうだね。明けたな。今日ゲリラ豪雨がね、すごかったけどね。そう、夏だな。夏だよ、ね、夏盛りだよ。夏なんかやってます。夏、夏ね、でもね、梅雨明け前にサーフィン行ったりって、いざ夏入ったら夏男風なこと言ってるけど、サーフィンできんの？いや、できるよ。できる。最近、最近、最近できるよ。最近できるっていうの、最近怪しい。うほうほって言いながら。でも初めてやったんでしょ、この間。いや、ね、初めてやったのでも2年前ぐらい。ああ、あるやったけど、あんまハマらず、なぜか今年からちょっとハマったんだよ。ハマったで、やってみたらできるように。まあまあ、最初から一応立てはしたんだけど、まあ、タイヤ立てるのすごいよ。うまくなってったら、なんか面白くなって。あれ、ちゃんと何、何、ウェットスーツみたいなの着た？着る時もあるし、夏は着ないね。俺はいつもサーフィンやる時、ブリーフ。ブリーフ？ブーメラン、ブーメランパンツ。白いブリーフはおかしい。ブーメランパンツでやっててんの？俺はブーメランパンツでやる方。やだー。かっこいいよね、誰もいない。なあ、海に一人もいない、ブーメラン。そんなやついねえよな。残念ながら。さあ、なんでだろうね。なんでだろう。でもさ、ほんとサーフィンやるときはほんとウェットスーツ着ないとね、ほんと寒くなったときにね。でもまあ今は大丈夫だよね。今は大丈夫だけど、僕のサーフィンの思い出は本当にウェットスーツを着なかったことによって、うん、寒すぎて、あの桃太郎がね、サーフィンしてないで俺砂浜に穴掘ってるとこから風をで防ぐみたいな、そうなる、ね、そういう思い出しかないんで僕のサーフィンは。ああ、冬にやったの？冬じゃないけど、何度、春だかなんだかわからないけど、まだ夏ではない。そう、なんかもう暑くなんじゃねえのみたいな感じで、ちょっと調子こいてウェットなんていらねえよみたいな、ちょっと生きてたな。あ、で桃太郎はちゃんとウエストスーツ着て、なんかね、持ってたんか、なんかね、持ってた、うん、俺はもうほら、バミューダですよ。バミューダです。バミューダ、バミューダ、バミューダ、何それバミューダ。バミューダパンツってなんだっけ、っ 言うよね、なんかこのハーフパンツみたいなやつ。バミューダ、あれバミューダってもう言わねえの、なんか一時期よく言ってた気がする。そう、なんて言うのかわかんないけど、バミューダでしょ。ビキニパンツ、ビキニバミューダ、バミューダっていう。そうでしょ、初めて聞いた。いいよ、バミューダもいいよ。バミューダを、バミューダを広げていく。いいよ、バミューダそんな広がってない。近況のね。あ、近況ね。そうだ、そうだ、何やってるんだよ、最近。最近何やってるんですか、皆さん。絶賛。絶賛。何？次の。ちょっと、どうしたの、その格好。あ、これどうしたの？のりちゃん。これはあれですね。ちょっと立ちますか。前回ユーストリームで、作ってる最初の方かな。の甲冑をこう持ってきて、こんなん作ってますみたいなやった完成ですね。まあ先日舞台終わって、ここちょっと衣装あったんで、これすごいよね。ちょっと裸足ですけど、ちょっとこのね、白 T シャツがすごく気に入ってます。まあこんな感じっていう、もうちょっとパーツ多いんだけどね。これね、本当はね、なんか下になんかピタッとしたやつ着てる。後ろばっか、なんで後ろばっか、もういいよ後ろは。こっちに向かって喋るの、背面見せた方がいいから。まあね、ちょっとね、これひとみさんのね、パイオツの関係でね、パイオツの関係でちょっとね、ガバガバになっちゃったんです。だからあれですね、白い T シャツ着ないと。そうあの、ポロリンが、横向いてるさんがね、なんでポロリンが大惨事だよ。ちょっとね、これね、これ可愛いよね、腕のやつ。いやいや、すごいですよ、これヤッホー伊藤さんのね、一番すごい仕事でしょ、これ。そうね、頑張ったね。一番今の小道具というか、まあ甲冑に時間をかけた。時間かかったね、時間と金のかかってる。いやこれ今なんかさ、言ったら仕事来るんじゃないの。仕事ください。今伊藤君に頼んだら受注販売。受注販売します。こういうコスプレとかも何でもやるよ、俺は。何でも作る、何でも作ると思うんで。何でも作れる。はい、まあ値段はね、ちょっと伊藤君と値引き交渉して僕、間張りましょうか。じゃ
あの、いい、お金のいらない、いらない、うん、いらないそれね。大丈夫、ちゃんと話つけようかな。コメント来てる。はい、コメントいただきます。すごいかっこいい、おっぱい大きい。そうなんです、その人も。ありがとうございます。鎧の後ろかっこいい。ありがとうございます。後ろ見せた方が良かったでしょ。あの一個だけ、一個だけいいですか。このおっぱい大きいっていうのは、甲冑のこのおっぱいで、人見さないのおっぱい大きいわけじゃない。じゃない。確かに。B か C っていう。もうね、まあこれ着てる。そんなのいいんだよ。パイオツの方がね、海底だったんで。海底だったんですね。あ、海底？そう、パイオツ海底だったんで。でも、ひとみさんはパイオツの方が、はい、ね、ちょっ と, ょっともうやめてあげよ。女の子に言う言葉じゃないね。まあまあいいじゃないですか。はい、で、夏だよ。夏だよ、俺何の話。夏といえば、今夏じゃ、夏じゃ、夏終わったよ。夏終わったよ。梅雨明けて、夏明け、夏やってる俺ら。何やってんだ、何やってんだ、何やってんだ、近況的に何やってんだ、何やってんだ、どうした、あれ、ん、来月は、あ、来月じゃねえ、先月は、先月、先月は2人だったんだっけ。先月2人、そうそうそうだね。あ、僕らなんかね、どこ行ってきちゃったの、どこ行ってたの、僕らどこ行ってたの、どこ行ってたのよ。あの、大阪に実は遠征してましてですね、はい、3人でね、はい、安田とね、何しに、はい、大阪にね、ちょっと舞台を、はい、はい、何の舞台、はい、舞台、行っちゃいます、行っちゃいますか、うん、はい、はい、手のひらサイズの人生大車輪、おお、はい、これを ね、実は見に行ってたんですよ。おお、はい、俺もなんかその舞台よく聞くわ、うん、よく聞く、最近よく聞く、最近よく聞くね、最近よく聞く、最近よく聞くもんやから、その見とこうってね、そう、大阪やってる ABC ホールで、見に行こうぜって、めっちゃでかい小屋ね、いい小屋で、いい小屋だったね、もうパイプ椅子もすっげえ高いところに吊ってあるよ、なんかね、吊ってね、触りづらいと思う、触りづらいね、今のね。まあ、その手のひらサイズの人生大車輪をですね、今劇団ブラザーズで稽古中ってわけですよ。そうですね、いやー、まあまあそれが公演ですね、そう、まあ引っ張ったね、ここまでね、引っ張ったね、10分間ちょっと軽く宣伝しますか、はい、そうですね、詳細をね、詳細ですね、そうですね、今絶賛稽古中のこれね、まあこれ表紙ですけれども、今回のチラシ、これデザインは下君の仕事で、もうなんか、まあ、みんなでね、夜中写真撮り行ってね、夜中ねー、これこの時何時ぐらい、なんか家帰ったら4時とか、もう明るかったよ、帰ったの2時半とか3時ぐらいに撮った写真、うん、そうね、そう、これなんかね、俺の髪型がすごいわかめ、わかめみたいな、これね、いや、奇跡の一部ノンスタイルの井上さんに似てるんだよね、これちょっとね、寄せてるよね、寄せてるんだよ、全然寄せるつもりはないんですけどね結果寄ったっていう、うん、なぜこれなんだって、うん、あの、もともとね、顔映らないみたいなね、そうそうそ う, そうイメージショットだ、そうだよ、だから私こんな髪型全然ブサブサの関係ないんですよね、だからもう俺髪ボサーと、瞳もねメイクも急いで軽くしましたよ、あ、そうなの、メイクなし、メイクしてなかったの、稽古帰りだったから、知ってた、知らなかった俺、何を知らなかった、いや、その顔を映さないっていうの知らなかった俺、あ、ほんと、一応ね、今回の話はあの地下室で、まあ、あらすじも書いてあるんですけど、はい、地下室で椅子に縛り付けられている7人の男女、お互いに何の面識もない7人だが、どうやら監禁されているようだっていう、ね、こういうあらすじがあって、なぜこんなことになったのかみたいなね、まあまあそれね、はい、だからまああの監禁、うん、監禁なんで、なんかそういう縛られて、ね、そう、事件的なね、顔がうつ伏せになってみたいな、まあね、まあ結末から言うと、いや言うなよなんで結末言うんだよ、言っちゃダメだ、もうお客さん来なくなる、あ、そうか、危ねえ危ねえ、お前意外と来るかもしれない、意外と来るかもしれない、ダメだよダメだよ、気になるかな、いやいやいや、お前それもういいやってなるでしょ、私結構結末知りたいタイプだ、あ、そうそう、知ってから見るタイプ、あ、そうでしょうよ、ダメダメダメ、そう、結末でもダメね、ほんと、まあ来てね、くれないと、わかんないよね、うん、まあそれ当然なんですけどね、まあ、よかったよ、アクションないからね、突っ込まなかったらどうしようか、いやいや危ねえ、それはさすがに、アクションないからね、それはさすがにさ、アクションないからね、うん、そうなんですよ3回、3回目に言っちゃった、そう、まあ今ひとみさんがね、ブツブツ言ってましたけど、はい、アクションも、ね、まあないとか言ってましたけど、まあ、ないこともない、うん、どっかで聞いたことあるんですけど、ないこともない、ない、ないこともない、まあそこはもちろんね、ブラッツ流の、出し方、見せ方があると思うので、それはあのこうご期待いただきたいと思います。でもね、なんだかんだ言って、はい、そんな感じだけど、ブラッツっぽくはなってるよね、いや、なってるよ、うん、もちろん、ね、そのね、桃太郎演出ですから、まあそうですね、安田、うちの座長の演出なので、そうですね、まあ汗が飛び散って、で、あの羊座っていうね、はい、場所ちょっとあのご存知じゃない方もござりましょうが、はいはい、あのまあ、僕らもやるのは初めてなんですけど、まあ、なんていうんですかね、近いですね、そうですね、近いね、お客さんとの距離がね、うん、はい、うん、はい、もうガチ目で多分こんぐらいこの距離あります、マジ、あ、マジあるね、はい、あるね、最前席で、はい、うん、この距離でセリフありますね、 あるね、はい、いや、これは
いいのか悪いのかだけどね、チューしちゃうよね、チューしちゃうね。まあ俺らどんな感じね、ええ、どんな感じ、どんな感じ、それ振ってます、え、そんなんすか、それ雑な感じ、振り方よ、雑な感じ、それお手本見せてもらえる、違うよ、こっちで、あ、なんでもない、なんだ、頑張って振ったのに、まあね、劇場狭い、ちっちゃい劇場、頑張れ、ありがとうございます、そうですね、まあでもね、まあちっちゃい劇、まあ俺たちが普段やってるより、まあちょっと小屋が小さいんで、そうですね、まあその分、その分、まあ臨場感があるとか、あー近いですね、はい、そうですね、まあその分、席の方もいつもよりは少ないので、そうですね、もう完売が近くなる日にちが13日が危ない、13日がとある理由で、うん、ね、まあ、ね、まあ、とある理由というのは後ほどまあ説明しますけど、13日の席は残りわずかということで ね、うん、ね、はい、お早めにお早めに行、ね、きたいと思うんですけれども、コメント来てますね、あ、コメントいただきました、はい、今回のチラシすごくかっこいい、変形サイズも素敵です、ありがとうございます、これは下尾弘明の仕事です、ね、ありがとうございます、これなんでこの細何細いのに、まあなんか安田とも話して、はい、ちょっといつもの A4 サイズでは作りたくないって言って、でちょっとまあ小さいサイズで作るかとか、いろんなのチラシを見て、なるほど、これがちょっと世の中の A4 サイズのチラシに、うん、まあ、反逆ののろしというか、逆ののろしまではいかないけど、うん、いかないけど、何そういう感じじゃない、もう生きってやろうぜみたいなことじゃなくて、まあまあちょっとね、変わった方が、変わってた方がさ、舞台とか見に行ってね、こう見てたらさ、そうですね、うん、うわちっちゃって、ね、うん、ちょっと気になるじゃん、でもね、これね、折り込みにこのサイズ入ってるとプリッて落ちちゃうんだよ、これあとね、気づかないパターンあるんですよ、バラバラバラってめくったら、こっちめくってたらここな、ね、見えないから、まあそのパターンはあるね、まあ、うん、で、気をつけてください、ね、でもちなみにこのチラシはどこで手に入るのかね、あ、このチラシどこで手に入るんですか、折り込みしたのは、はい、でももう終わっちゃってんのね、終わっちゃってんのかね、なんとで、まあ、ジェットロボットに来ていただければ、あ、まあ、そうですね、ここをチラシありますし、あと劇場、はい、羊田さんの方にもね、お伺いさせていただいてるので、はい、まあ、はい、これね、チラシ結構ね、ちょっとレアですか、レアです、そんなにそうね、今回そんな出回ってないんじゃないかな、まあ、ちょっとね、発注の関係もありまして、はい、ちょっとね、まあ、ちょっとね、はい、遅れたこともあるんですけども、まあ、ぜひぜひこれね、はい、手にしていただければ、これかっこいいチラシなんでね、はい、はい、ぜひぜひ手にしてほしいと思います、はい、で、まあ、今回の、はい、まあ、ダブルキャストという、ね、初の、ね、初ので9回目にして初の試みなんですけど、うん、まずこの中でももう、はい、分かれてますもんね、そ そうね、ちょうど分かれてる、はい、ここ一緒だ、ここ一緒、これ、僕と伊藤君がブラック、ブラックで、下尾君と、ひとみ君が、ひとみさんがおばじゃねえよ。どうした？竹山さんですか？竹山さんです。竹山じゃねえよ。どうしたんですか？ごめん、ちょっとやりたくない。やりたくない。やってやっていいのにね。というわけでね、はい、まあ、黒と白のダブルキャスト分かれてまして、うん、そうなんですよ。だから、まあ、全10ステージあるんですけども、はい、まあ基本的には5公演5公演ずつという。そうね。はい。初の試みになってますよね、はい、まあ、昼と夜でね、そうです、そうです、基本的に昼と夜で、うん、初日が最初がホワイトかな、ホワイト、ブラック、で次の日がブラック、ホワイトっていう、こうテレコにね、そうです、なんで知らねえんだよ、お前はお前はできないんだろ、こんなの、まあ、だから一日通してね、そうです、そうです、昼と夜見れる、なんで、そう、うん、昼夜見ると、うん、同じ脚本でも、うん、あ、ちょっとね、ここはちょっとで、ダブルキャストで違うんだとか、うん、そうそうそう、全然違うよね、でもなんか、そうね、全然違うと言っても過言ではない、ここは2人は一緒なんだよね、南と下 P は一緒の役なんですよ、そうですね、そう、それだけでもうね、うん、もう演出も違うし、結構違うよね、本当に、うん、違う、全然違う、うん、やっぱその印象とかもね、はい、ああこういう感じでね、作ってる人もいる、うん、そうそうそう、こういう感じで攻めてる時は、うん、いろんな住人トイレなんでね、うん、それはすごい楽しめると思います、うん、はい、で、まあ今回のキャストさんをちょっとね、うん、まあ、あれ紹介はしてなかったのかな、特に先月総合をね、そうですよね、じゃ、うん、ちょっとね、まあ軽く、はい、まあブラックの方からじゃ、はい、紹介させていただきましょう、はい、まず伊藤典人さん、あ、まあ俺だね、こちらね、俺だね、こちらね、はい、もう君しかいないね、俺しかいないね、このディテールね、まあ、いいんじゃない、劇団員はね、ノリの劇団員一緒は、え、の、あ、そっか、ブラックからか、なんだよそれじゃあ、ノリとダブルキャストの人を紹介した方が分かりやすいかなと思った、俺はブラックから紹介するって言ったんだよ、あとでやるよなんでこんな人がしたんだよ、ちょっと黙っとくわ、はい、いいよ、はい、続いて安田桃太、はい、はい、残念、まあ今日ちょっとね、自宅作業ね、あ、そうそうそう、ちょっとキンキンなので、まあもろもろやってます、頑張ってくれてると思います、頑張れ、はい、続いて岩崎優也、よっよっ、これなぜかね、チラシの表にそうですなんでいるんだろうね、そうです、これね、岩崎優也くんがね、いるんですよ、まあね、これなんでいるかっていうとね、うん、この時点で決まってる
キャストがゆうやしかいなかったんだよ。なんと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 。しかもこの時はちょっと写真撮ってもらおうと来たけどでも他にカメラマンが見つかったからじゃあ写っちゃおうっていう、ね、あ、そういう流れだったの。なんとですね、このチラシを撮った時はこのキャスト6人しか決まってないという。そうね、謝る。ねえ、そりゃチラシの発行部数少ないよ、はい、そうそうそう、遅くなった。いや、大変ね、裏事情、これは知りたかったのか知りたくなかったのかというね、コメントいただきます。おいおい、最前列座るの勇気いりそうですね。勇気出します。お、自由席ですからね。そうですよ、まあ、先にね、入金いただいた方には先行予約の番号言ってるんで、うん、前行ったら本当に近いんで、うん、まあ、妻とか本当にね、勇気を出してね、ええ、汗とか飛んでくるだろうね。飛んできます、ね、飛んじゃうね。でもね、それの価値はあると思います、はいはい、うん、ぜひね、最前列で、はい、まあ、見ていただきたい。でもさ、うん、後ろの席の方が面白いシーンもあるよね。もちろんです、もちろん、もちろん、もちろん。だからもういろんな席でね、うん、見てほしい。あとなんか特別席じゃないけど、ね、ちょっとね、すげえ変わった席があるんですよ、劇場の作り上。そうなんですよ、はい、席がすごいなんかね、一人だけ隔離されてる、ね、なんかすごい席があるんで、うん、まあ、そういうところもね、それで、ね、それぞれでもう VIP 席ぐらいのね、あそこ楽しいっちゃ楽しいと思うよね。だから逆に俺出演者なんじゃねえかぐらいの、もしかしたら一緒に出れんじゃないかぐらいの距離感のところに、ドキドキ感もありね、はい、まあ、そういう楽しみ方もありますのでね、はい、ぜひぜひその辺も見てみてください、はい、続きましてじゃないね、まだゆうやくんの話だね。そうですよ、ゆうやくん、そっちは話してもね。そうだよ、ゆうやくんはあれだね、今回で3回目だ ね、 目だね、ヤンキーからね、7、8、9だから。そう、ヤンキー総選挙ではね、ラップ、奥の細道ではラップ、そして今回はどうでしょうね、どうでしょうね、これは、これはラップは、まあ今回監禁されてますからね、監禁されてるところでラップやってたらちょっと面白いですからね。、まあ、どうなるかも、どうなるかはね、見に来ていただいて、はい、まあ、で岩崎裕也君はちなみにね、シングルキャストなわけですね。そう、うん、そうなんですよ、彼はブラック・ホワイトに両方出るというね、うん、まあ、体力すごいよね、もうすごい使うよ、ヘトヘトになってるよ。通し稽古やるとやっぱり両方出ないといけないから、うん、そうなんですよ、だからもう大変だよね今ね、稽古もブラック先やってホワイト後とか、ホワイト先ブラックとかやってるんですけど、もうずっとシングルキャストはね、関係ないですから。しかもさ、ゆうやくんの扱いがもうなんかすごい、すごいなと思った、なんかみんなのもう要求してるところが、あ、ゆうやくんアクションマンっていうか、お、あれ、あれ、要求されてることがちょっとすごいなって思って、ゆうやのアクションマン的なところがね、あるのかな、あるのかないのか、あるのかないのか。でも、ゆうやくんのああいう芝居は私は見るの初めてなの。まあ確かにね、俺もそうなんだよね、うん、そうかそうか、そうね、だからね、すごいちょっとね、あるところでね、いつももらい泣きしそうになりますね。もらい泣き、泣ける感じなんだな。泣ける感じこの芝居は。なるほどなるほど。すごいね、素敵。お、それはいいですね。コメント、いろんな席で見ます。あ、ありがとうございます。そうですね、スペシャル席もちょっとね。いや、本当楽しいと思う。いやいや、マジで。勇気はいる。勇気はいるけど。全然違う。座りづらいよね、あそこね。ここに椅子あるんだなっていう感じはあるかもしれないですけど。座っていいんですかみたいな。はい。まあまあ、そのね、岩崎裕也くん。ええ。ね。絶賛稽古中ですんでね、はい、大活躍しますからね、はい、うん、じゃあ続いて南義弘、私でございます。まあいいかな、まあ、まあいいかな、まあいいや、まあいいや、まあこういうメンバーだからね、劇団員、はい、はい、そして工藤真由さん、お、真由ちん、工藤真由、真由ちんです。真由ちんだね、これ2回目だね。真由ちゃんは最有機演技2、はい、ツーだよね、はい、うん、ツーに、うん、かまこさんですかね。そうですね、かまこさん、のりの女バージョン、のりの、うん、ね、女に変化した姿が工藤真由ちゃんだったんだね。それがお前覚えてねえのかよ。え、もともとな、もともと女なんでしょ。もともとは違う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 、俺違うよ、俺違うよ、違うよ、あ、違うよ、ここだ、マヤじゃん、ここだ、あ、マヤ、違う違う、そうだ、あそこ複雑だから、そうだ、ノリは複雑なんだよ、俺は単体なんだよ。あ、そうだ、伊藤君の俺の変化した前は出てない。そうだ、日替わりゲストさんですよ。そうそうそう、日替わりゲストさん、ゲストがまゆちゃんの、そうだそうだ、瞳が戻ったのが俺が佐伯だ、佐伯、佐伯なんだよ。そう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 だ、あれ、そうなんだ、あ、そうだそうだ、俺らが間違えたら見てる人絶対わかんないから、絶対わかんない、これ絶対やってた人が、そんなもう、まあそんな工藤ね、何年前だっけ、工藤さんはちょっと前だよね、3年ぐらい前じゃない、いや、そんな前じゃない、いや、あ、違うな、2年前、2年も経ってねえか、2年、いや、経ってる経ってる、俺がカッパやってた時でしょ。奥放送が去年の夏でしょ、あ、去年の冬、12月のにやってたから、うんうん、奥放送が2年前だね、
2年前1年半前ぐらいでしょ。そうそう、1年半前。あ、そんなそんな近いの。あ、そうそう、意外と近いね。 でそれやってヤンキーやってその年のケツで奥、あの奥の細道だから奥細、はい、全然立ってねえよ。なんか俺もいやそうなんだ、4、5年立っててもおかしくないぐらい。俺もなんかすげえ前に感じてるな、ね、あ、そうなんだね。だいぶ前、ね、今亡き笹塚ファクトリーで。あ、そうか、笹塚も亡くなっちゃったもんね。そうかそうか、そんなね、まえちゃん、そんなまえちゃんも実はシングルキャストです、はい、そうなんです。そうなんで、ゆうやくんと2人で朝から晩までヒーヒー言ってもらってね、はい、そう本当に。ただね、あのシングルキャストっつってもね、まあ、同じ役なんですけど黒と白でね、相手が変わるので芝居が変わってくるわけですよ。そうね、ね、それはもちろん相手の熱量によってとかね、あの、なんていうの、投げる球によってね、打ち返す球は全然変わってきますので、全然彼らの芝居も本当にね、僕らも分かりますもんね、全然、あ、これ違うなとかねっていうのがあるんで、その辺もね、両方見比べてもらえるとすごい楽しめると思いますんで、はい、はい、続きまして、はい、お、初登場でございます、西田美穂ちゃん。お、お、あ、西やん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 って呼んでねえだろ。呼んでるよ、呼んでるの、呼んでるよ。そう、聞いたことないよ。ももちんは西やんで呼んでるし、私もどさくさに紛れて西やんどさくさに、普通に、普通に言えばいい。俺まだ西田さんっていう、俺は紛れて美穂ちゃんって呼んでる。そう、美穂ちゃんって呼んだりね、美穂凛って呼んだり、美穂凛が呼んでる。今回の、はい、ブラックホワイトにかけて全キャストの中で初参加が、そうなんですよ、はい、ブラック初参加は西田美穂ちゃんだけでしてね、そうそう、なんとね、西田さん情報によりますと、はい、なんと安田桃太郎さんの小学校の同級生だという。小学校だっけ、小学校でした、あ、小学校でした、小学校でした、そう、小学校って言ってた、うろ覚えですか、学校、学校の同級生、学校の同級生だったっていうね、なんとね、はい、腐れんなのか偶然なのかね、すごいよね、うん、面白いですよね、それなんか、はい、ちょっと前にあの、うん、東京で役者やってるっていうのは知ってて、はいはいはい、久しぶりに出会って、うん、いや、だってさ、はい、小学校の同級生とさ、そう、俺らもうこれ30いくつとかになってさ、うん、舞台で、うん、一緒にやるってある、そんなこと、ね、すごいよ ね、 すごいよね、すごい、これはまたもう、うん、ね、運命の巡り合わせでいうか、ちなみに私と、私の裏、同じ、同じ役です、はいはい、同じ役です、人に自分を押してきたな、これからホワイトの話をしようっていうのに、まあまあ、なんでなんだはい、まあ、そんな西田さん、ね、はい、初登場西田美穂さんにもね、絶賛稽古中ですんで、こうご期待というわけで、いいよね、そしていいキャラしてるよね、はい、そう、男前、男前、男前だね、次行こうと、気持ちがいいんだよね、いや、わかる、なんかそうだね、うん、あ、ちょっと、うん、そうだね、足の、足の7、足のラインが素敵、あ、うん、美脚だよね、美脚、スタイルよろしいですね、すごい、うん、はい、性格もね、そう、サバサバとしてね、サバサバ、すぐ打ち解けたもんね、あ、ほんとね、うん、そうだよ、稽古場は決まって、はい、まあ、そんなね、美穂ちゃんにも大注目ということで、うん、はい、プロレス大好きだったね、あ、そう、そうなの、やべえ、話長くなりそう、まあ、その話したらちょっと長くなるか、じゃあ、分かった、じゃあ、これはうちうちでね、いろいろ話をしましょう、じゃあ、続きまして、まあ、あの、ブラック最後のラスト、キャスト、トバマナミさん、よっばちゃん、よっばちゃん、よっばちゃんだよ、トバちゃんも、トバちゃんも同じだね、最優機2、うん、おー、最優機2多いっすね、そうね、ツーグリツーグリですか、はい、俺は結構トバちゃんと、あー、やってるもんね、ノリね、またトバちゃんも、まあこの裏ジオですけど結構キャスティング決まったのがね、うん、ギリのギリだったんですけど、うん、まあでも鳥羽先生、さすがですね、物覚えが早い、早いのもあるしね、いやいやいや、あのセリフ量ね、うん、難なくとですよ、うん、いやいや、なんかさ、遅かったのにさ、うん、もうすでに俺たちとそんな変わんない感じだもんね、そうそうそう、むしろこうちょっと上、うん、上からこう見られて、もうちょっと這い上がってこいよみたいな感じはあるかもしれないんですけどね、鳥羽先生、鳥羽先生独特な雰囲気だよね、いや凛としてますね、いや、なんか、うん、もうすごい素敵ですよ、本当に、うん、そんなね、7人のキャスト、7人、今のが以上がブラックの、ブラックの、はい、ブラックのキャストですね、うん、じゃあ続いて、ええ、ホワイト、ホワイト、ホワイト紹介させていただきたいと思います。まず先ほどの伊藤典人くんのダブルキャスト反対側ですね、うん、久保田壮さん、よっ、壮さん、壮さん、壮さん、よ、壮さん、壮さんも前回が一番ね、2回目か、そうっすね、うん、あー、でもでも厳密にはあのヤンキーさんが、ヤンキーでね、出てヤンキーさんがゲストで出てて、まあ見に来たね、奥の細道もね、がっつり終わるボスやっていただいて、ええ、で今回も、うん、ね、あのがっつりと、ね、ブラッツに参加していただくという、いや、そうさんいてくれて本当に、いや、本当助かります、やっぱりもう、ね、なんていうんですかね、あのやっぱり塚さんのところでね、鍛え上げられたといいますか、うん、まあ、僕らが言うのもおこがましいんですけど、
ね、本当にもう基礎からしっかりいろいろね教えてくださるしね、うん、うん、こうした方がいいとかね、こういうの方がいいんじゃないかとかいう、うん、本当助かりますし、宗さんが今回一番年長かな、年長でございます。そうだよね、ただ、うん、まあ年長といってもそんなに変わんないですね、まあ、そんな変わんないね、もう、うん、要は30から35、6でもう全員いる感じなんですよ、うんうん、あれ20代いないんだっけ、いや、ね、一応工藤真由ちゃんがギリ、ね、ギリ20、ええ、ゆうやくんと同い年だけど、ゆうやくんこの前誕生日になったから、ま、そうそうそう、来たから最後の残り数ヶ月かな、まゆちんは。そうです、基本的には30代のね、はい、アラサーの芝居になってもらう。工藤真由は俺の誕生日の前の日か、はい、あ、そう、9月だったしか誕生日、みんな近いね、結構ね、近い、うん、みんな近いんだよね、結構ね、そうそうなんだ、なんか近いし ね9月多いんだよ、9月多いんだよね、ほんとに。まあまあ、はい、いいですか、誕生日の話は、はい、ね、はい、そして、まあ、安田桃太郎シングルキャストなんで、はい、で、ゆうやくんもシングルキャスト、で、下尾弘明、下尾ですね、これ私の同じ、まあ、同じ役ダブルキャストでね、下尾ピーのね、やっぱね、ももちんの下尾のなんつーの作り方が、うん、やっぱさすが、さすがなんかあの同級生じゃない、同級生いろいろ知り尽くしてるというか、一緒にやってますね、もうね、笑っちゃいますよ下尾新たな、ね、新たな、まあ、キャラクターがね、新たな一面がね、開花しましたからね、開花したからね、面白い下尾ワールドにもね、うん、はい、新たな一面もね、あの辺とか多分僕のとこ全然多分違うと思うんで、うん、全然違う、はい、下尾掘り下げるね、下尾、そうね、南はスッと、あ、そうだそうだ、そう、いいよいいよ、スッと行くかなと思う、次行こう、別にいいじゃない掘り下げるとこ掘り下げる、俺は掘り下げるとこなかったということで、あ、浅い男だから、浅いやめとけよもうちょっとフォローせんかい、はい、はい、では次行きましょう、で、工藤真由ちゃんもシングルですね、シングルね、で、うん、はい、我らが瞳姉さん、瞳姉さん、よ、瞳姉さんはその西田美穂ちゃんの裏キャストでございます、はい、はい、いやでもね、今回はってわけじゃないんだけど、うんうん、はい、瞳いいよね、瞳さんはね、素晴らしいですよ、え、ほんと瞳さんね、面白いんだよ、そう、私褒められるとダメになるタイプだから、ほんとダメだよ、いやいや、大丈夫ですよ、大丈夫、あのね、あ、どうぞどうぞどうぞ、いいよ、やだやだ、なんでやめろよ、そんな、いいよ、なんでや、なんで、どうした、はい、早く言えよ、それ好きなの、ちょっと映ってきちゃったなんか、あ、そうですか、はい、はい、もうね、瞳のあれだよね、うん、稽古中にする間違いがまた面白いんだよね、面白いね、そう、とんでもねえ間違い、とんでもない間違いはねあるんです、これはちょっとまあ言えるのか言えないのか、言っちゃうとでもネタバレになっちゃうから、まあそれは来月のユーストあたりでね、そうだねそうだね、あの稽古場の面白いエピソードとして、ノリも一回あったよね、なんかすげえ面白い間違いしてたと、あ、俺あったね、あったわ、あったわ、どれなんだ、あの、これどれ、冷やすやつ、そう、冷やすやつ、逆になってね、すごい意味が面白いことになってね、あー、ありました、ありました、結構ね、真面目なシーンが、はい、そうみんなこけるって、そうそうそう、まあね、そういうね、笑いはね、来月ね、はい、来月だね、うん、ありますし、ただね、あのね、僕思ったのは、やっぱひとみさんのね、やっぱ引き出しが多いんですよ、いろんな、そう思いません、いや、ね、でもそれがね、今回の芝居にすごいフル活用してて、うん、またそれが芝居にすごくマッチしてて、そう、はい、マッチ、今回のさ、芝居がさ、その、うん、内容になるけどさ、その、うん、7人いてさ、はい、回想シーンっていうのがいっぱいあるじゃん、そうで、はい、1人何役もやってて、そう、そこ見どころの一つですよね、そうなんですよ、それが見どころなんですよ、 あ、その話しなかったですよね、基本的にはみんなまあ、メインキャスト一人とメインの役があるんですね、うん、こう、男1、2、3、4みたいな、こう、あるんですけど、それ中のそれぞれの階層の中にみんなね、いろんな役にダブるわけですよ、ノリの階層の時は僕らが違う役になって、いろんな役になってガヤガヤをやってね、やったりとか、その中でも結構ね、大きいポジションの役をやったりとか、でそれによってみんなキャラクターも違うんで、それがまた見どころの一つでございますよね、そうね、いろんなキャラクターを、これまたね、その階層のそのひとみさんのキャラが結構ね、そうね、全ては本当にももちんだね、ももちんから言われたことをすべてなんかやるっていう、じゃあもう早いですよ、瞬発力もあるし、はい、その要求にちゃんとこうプラスアルファで答える、うん、瞳さなえのポテンシャル、すごい、やめてよ、いかんなく発揮されてますいや瞳掘り下げるね掘り下げるね、いや俺が喋ってるから俺他の人ばっか掘り下げてるまあまあ、だからそれやっぱ掘り下げがいがのある、うん、方なんでね、やっぱりまあ南なんて掘り下げないがいがね掘り下げちゃんと喋れないがね何回か噛んだ俺、うん、いいとこちゃんと喋れ あとは、はい、そして、ね、紹介するのラストになります、はい、
今村いのりさん、よっ、いのりちゃん久しぶりだね、ゴホロリ、ゴホロリ、いのりちゃんは、新桃太郎伝説、そう、あスリーブではなんとひとみさんの娘役をやるというね、そうそう、この前まで、この前の舞台も娘役だったしね、これ奇跡ですよね、同い年なんですけどね、いのりちゃんと、よく見られないですけどね、親子で、親子でね、親子役で、違和感がない、それとあれか、新桃太郎伝説、そうですな、そうですね、だから3回目なんだけど、結構お久しぶりな、お久しぶりな、うん、私ね、はい、なんか勘違いかもしれないけど、はい、今日投資やる前に、はい、サルグッえ何それ何それ急になんか急になんかマイクをオフにしてるチェック、うん、さあまあ縛り付けられてるのね、縛り付けられてるじゃん、うんうん、でなんかその姿がなんか隣に総さんがいて、いのりちゃん私っていたんだけど、はい、でなんか総さん、総さんがいのりちゃんにちらっとなんか子供がなんたらみたいな、子供っていうキーワードを言ったのね、はい、いのりちゃんに子供がいるよって言ってました、子供がいるよだっけ、はいはい、そしたら、はい、いのりちゃんが、はい、なんかもうスルーだったの。おで、あ、いのりちゃん子供って言われると嫌なのかなと思って。ちょっと待って、それは稽古中の話ですか？稽古は投資入る直前、もうみんないた、あ、まだ用意はい、用意スタートはしてない時、そうそう、してない時ね、はい、じゃあこれからやりますよって時に、はい、準備してる間に、はい、その話をしてて、あ、いのりちゃん、で、この前、なんか、私この…ちょっと、今気になるけど、で、飲み屋でね、年齢チェックをされたんだって、はい、で、それで、ちょっと嫌だったって話を聞いて、はい、私は、もし聞かれたら、あ、やった、若く見られたって思うけど、あ、いのりちゃん嫌なんだと思って、意外な一面を見たの、はい、はい、ありがとうございます。結構な尺を使いました。そういうね、まあ、撮れ高は急に話が変わった。そうそう、かなりのピークを迎えて、なんか、ね、今普通に話、まあ、話、まあまあ、これ話終わり見あんのかなとか思いながら聞いてこれおじちゃんとあんのかなって聞いてたら話がまさか変わるって変わってない、変わってない、まあ、結果的には変わってないんだけどでもまあファインプレーなんじゃないですか。いやいや、それはね、トルダコを自ら作ったという。でもそんないのりちゃんとトバちゃんのギャップがほんとすごいから、そうですね、そうなんですよ、すごい楽しいの。先ほど言ったね、そう、トバさんと今村いのりさんが裏、うん、ダブルキャストなので、うん、まあ違う、すんごい違うキャラクターなんで、これはまたね、すごい違った色が、うん、いのりちゃんさ、セリフがさ、飛ぶときさ、ピョンって飛ぶのがさ、癖だよね、うん。そうだね。それがすっごい可愛いんですよ。そうだね。確かに分かりやすいよね。分かりやすい。この癒される。手が多くなるっていう。でもみんな多分それぞれね、セリフ忘れた時の、はい、多分癖はあると思う。ごまかし、なんかね。ごまかし方あると思う。ね、ノリは顔が。あーってこうなる、顔真っ赤になる、言いたいけど出ないっていうのがすごい伝わってくる。俺は多分全然関係ないことを言ってる。あ、そうね、俺はなんか変なすぐにオリジナリティを出す、なんか変なワードが変な日本語を喋る、うん、下も顔しかめる系、顔しかめるんです。あ、ボソってなんだっけ瞳はそんな、瞳はなんだろう、私はテンパルかな。瞳はね、そんなセリフをさ、間違えてない、飛ばしたりとかないかな。え、あれ、いや、そんなことはねえな。うん、あれ、今日も全然回んなかった、なんか回んなかった。うん、あれ、瞳はどんな風になんかリカバリーっていうか、うん、ね、してたのかちょっとあんま記憶にないんだけど、うん、どんな…うん、じゃあ良かったです。褒められてる。まあでもキャストはそんぐらいかな、ええ、そうなんですよ、それ全員今のがレギュラーメンバー、まあ、全11人レギュラーメンバー、はい、おっと、しかし私今レギュラーメンバーという名前を、すみません、これはね、近々の情報ですね。そうね、近々の情報で、なんと、はい、なんとこれは日替わりスペシャルゲストがいるんですよ。よっ、よっ、日替わり、ただこれは毎日ではございません。10日、初日の10日と12、13、うん、12、金、土、そうですね、はい、の昼夜両方いらっしゃいます。水、金、土、はい、ですね、はい、じゃあキャストの方発表しましょうか、はい、まず10日、水曜日、10日、初日、伊関優香さん、
ヨルカチヨルカチヨルカチこの方はね外せないですよね、何回出てますよブラッツ、みんなのむしろなんで今回出てねえんだよと、そうそうそう、ちゃんとオファーもしてますよっていうことね、スケジュール合わなかったんだよっていうことなんで、まあ1日だけならなんとかね、稽古初日参加してくれてたからね、そうなんですよ、実はね手伝ってくれてるんですよね、一番最初にね、そう一番最初に、実は一番最初に台本を渡しているというね、そっからね気軽ゲストが決まるっていうね、そうね、客演じゃもうダントツだもんねゆかちんは、そう何回まず2回目2回目2回目でしょ、3、4、5は何だっけ、左右き、左右き、スリーブ、新モモ、レッドキル、レッドキル、左右き、左右き2、次が出てないんだよね、ヤンキーだからね、ヤンキーなくて、奥の細道、奥の細道、これこれは、あ、これじゃない、まあ6回出てくる、6、9回のうち6回、ブラッツの中であれじゃないナンバーワン、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 うん、100円としてはナンバーワン、1位タイかな、1位タイかナンバーワンかどっちかかな、1位タイ、1位タイかな、タイの人が今ちょっとねこれから発表する人なんじゃないかなと僕は睨んでるんですが、まあ10日はそう伊勢ゆかさん、まあ昼夜やっていただくんですけど、まあ役柄ね、どっかに散りばめられてる、でもすごいよね、だって今日さピャって振られて役を新しく追加されてさ、もうその場で覚えて言ってたもんね、もうそうなんですよ、どこでね、ゆかちんが出てくるのか、ね、そうね、さっき言った回想シーンとかでね、そうそう、あ、ここにとかね、そうそう、普段は、うん、まあ僕らが誰かがダブってるのを、はい、あ、この人が今日ここやるんだとか、そうそうそう、ね、あるかもしれない、私とも絡んでるよ、そう、あるかもしれないし、そうないかもしれない、ないかもしれない、ないかもしれない、一つの役だけじゃないからね、そう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 、何役もやる、何役やるか分かんないよね、でも結構ね、あのゆかちん目当てで見に来ても、うん、見どころは結構多いと思うよね、はい、これ全然ありますから、うん、はい、フューチャーされてますから ぜひぜひね、バチッと見に来てほしいと思います、ぜひぜひ初日ですから、初日、はい、みんなも緊張してる、はい、初日ですからね、そうです、うん、そういうことですあんまね、こうなんかね、ゆかちんにさ、そう、余裕感を大丈夫だからじゃなくて、俺の方が次なんだ、俺これやみたいな、そう、そういう感じが、ね、可能性はあるというか、あるんで、うん、まあまあ、何が起こるか、伊藤さんもね、まだまだチケットの方もありますんで、ね、初日やっぱりね、もともとお客さん来てほしいと思いますんでね、はい、ぜひぜひお願いしたいと思います。さあ、続きまして、12日、金曜日。クマくらいさお、よー、クマさん、クマさんよ、イサオ、クマさん、クマさんの人もね、さあこれこの人ですよ、クマさんですよ、数えてみましょうか、クマさん、最初、新モモ、新モモ、最有機1、最有機2、ヤンキー、ヤンキー、細道、さあ5回、5回、あー、2位ですね、そっか、そうかそうか、レッドキルが出てないから、そうそう、レッドキル出てないからね、そうですよ、そんな、クマさんで新幹線ではね、ずっと一緒だったからね、いやー、あの熊倉勲さんが、はい、はい、出てくれますよ、急遽 ね出ていただけることに、うん、そうなんですよ、ね、よかった、熊さんなんかもうね、あの新幹線あるじゃないですか、この秋の、うん、あれ忙しい中ね、今行ってます、行ってるんだよね、そう、今ちょっとちょうど本番、うん、長野に、あ、もう本番始まりますよ、本番中なんだ今、まだもうちょっと始まるかな、今週とかかな、プレビュー公演がね、8月7日とかなんで、へー、はい、ね、その間を縫って、ねー、うん、その間稽古して、そのまま長野に行って、はい、うん、はい、で帰ってきて出ていただく、そうなんですよ、はい、もうでもね、やっぱ熊さん見ると、あー、やっぱ熊さんだなっていう感じだよね、そうね、やっぱもういいですよ ね、 いい意味でね、人間味がね、もう大好きです、ちょっとコメントコメントきます、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、キャスト紹介でますます楽しみになりました、ありがとうございます、伊沢さんは5回で2、そういうことですね、そうです、5回で2、だって1位ゆかちん6回でね、うん、多分もうそれ以上いないと思う、いないよね、うん、もういないよな、ね、はい、いないよな、うん、うん、うん、大丈夫よ、大丈夫、うん、もう大体いっぱい出てる人はもう劇団員になったりしたから、そうね、この人と、この人と、ひとみさんはね、だって全公演出てね、全公演、そう、うん、そういうことよ、え、全公演出てる、全公演出てるのは、うん、俺、もも、みなみ、ひとみだけだ、あー、そっか、うん、俺紹介出てないもんね、立ち上げ出てないし、そうそうそう、そういうことでございます、そういうことですよ、はい、そして、まあ、伊沢さん、はい、ゆかちん、伊沢さん紹介しました、うん、最後です、はい、はい、スペシャルゲスト、紹介します、はい、13日、はい、早乙女ゆうきくん、よっ、ゆうきくん、ゆうき、ゆうくん、ゆうくん、いや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 、いや、忙しいですよ、そん中をね、はい、これもマジでもうキンキンの、今日情報公開になったぐらいですから、そうそうそう、はい、いやもう忙しい中をね、
いやもうありがたい、結構来てくれてね、本当ですよ、すごいよね、ゆうきくんの分量はどんくらいあるのかと、まあ、まあ、ちょっとわかんないですけど、わかんないですけど、まあ来てくれたお客様ね、満足すると思うよ、はい、喜んでいただけると思いますよ、本当にゲストでここみたいなね、ことになるんじゃないですか、なるんじゃないですか、ね、だからね、最初はオリジナル見といて見てもらったらね、あ、そうね、あ、それはね、そうだね、あ、それもやっぱ見比べてもらうと面白いと思うんで、ゆっくんもさすがだよね、さすがです、今日ね、結構来ていただいて、いやいや、もうやっぱさすがポロッとさ、ほんとなんかこすごい分量だからさ、うん、はい、なんか、いやでも無理そうだったらいいよみたいな言ったらさ、うん、いやでも、いや、やるけどさってさ、ポロッて言ったのがもうかっこいい、いやいや、やりますよ、やるけど、うん、つって、ちょっと若干二十歳ですか？20、かっこいい、ほんと20です、この間バスやったから20、そうですよ、どうします、どうしましょうかねえ、どうしましょうか、ねえ、私ら、あの、17歳ですよ、ほんとに、そうね、まあ、まあ、ですからね、ほんとに、でもそこもね、楽しみにしてほしいな、うん、そうですよ、うん、はい、まあ、こっちもね、周りもね、うん、日替わりゲストでね、うん、人が変わるから、やったこと変わるから、やっぱり僕らもね、やっぱもちろん ね、落ち着くこともないですし、毎回新鮮な気持ちで、毎回が新鮮、もちろんフレッシュにやるんでね、うん、ぜひぜひ、ええ、劇場にね、うん、遊びに来てください、来てください、お願いします、まだまだお席の方はご用意できますんでね、はい、本当に、いや、ほんま、あと1週間ですかね、なんだかんだ、そうね、はい、1週間、あ、ほんともうあと8日後、あ、もう1週間か、うん、もう日付変わったから、もう1週間後本番ですから、ほんまですよ、わお、わお、まあ、ゆうきくん、スペシャルゲストの日がちょっと、まあ、13日がなんとちょっとチケットがもうすぐなくなりそうだと、お、はい、お早めに、お早めですね、ぜひお早め、まあ、他の回とかもね、本当にお早めに予約いただいた方が、そうなんですよね、もともと席数が少ないんでね、はい、そうなんですね、少ないんでね、うん、本当にあっという間に70席ないとか、ないぐらいなんで、うん、いつも200ぐらいじゃないですか、本当70席あるかないかとかなので、本当に予約いただいてで、うん、これはね、見ていただきたい、そして何度もね、本当面白いんだよね、作品が、そうなんですよ、そ その大阪のね、大阪の話、結局してなかった、そうそう、してないね、そうだ、行ったっていう、そう大阪に見たって言ったじゃないですか、先ほど最初に手のひらサイズ、うん、で、これ、まあ、脚本ほぼやっぱ一緒なんですけど、うん、もちろん一緒なんですけど、うん、やっぱり秀逸なんですよ、面白いよね、もう台本読んでて知ってるのに、僕やっぱ最後泣いて、うわ、めっちゃ面白いな、これ、つって、うん、でも作り方はもちろんブラストは違います、うん、けどこのまず脚本の信頼度がまずあって、うん、でこのブラストのやつが乗って、うん、これが面白くないわけないってね、うん、はい、うん、おう、いいの言ってやったぜ、言ってやったね、言ってやった、うん、今いいのっつった大丈夫、うん、いや俺は大丈夫だよ、え、大丈夫じゃないの、大丈夫、みなみ、じゃあ面白くなかったっていう方にはみなみからの返金が、返金がある俺なんだ、お支払いいたします、俺の全責任みたいになるんだなるほどね、まあまあ、まあね、でもね、面白くなりそうだよね、ほんと、いやいやいや、絶対面白いよ、絶対面白いですよ、これは、うん、これからね、どんどんどんもっともっと詰めて、うん、このスタッフさんが入って、うん、ね、もっともっとテクニカルも詰めてね、そうね、ん、はい、それで、もっともっと完成度上げて、うん、でも新鮮さを残して、いい作品にしていきましょうよ、まだまだ、まあまあ、そうね、夏、はい、はい、これから投資ラッシュですが、そうですね、そうね、そうですよ、まあ、こっから大変な時期だね、うん、そうですよ、こっから大変な時期だ、うん、みんなやっぱギャーギャー言うから、まあ、喉のケアとかもね、そうね、ずっと喋ってるからね、そうなんですよ、基本的にみんなずっと喋ってるんで、はい、まあ、その辺も気をつけつつ、うん、頑張りますので、ええ、ぜひぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、下田さん、ええ、物販もあるんじゃないですか、物販あります、お、ちょっと物販教えてよ、まあ、前回も言ってました、ブラッツ T シャツですね、2種類あります、Q の方はちょっと若干サイズが少ないやつとかもありますけど、00ですか、はいはい、はい、まあ、T シャツ2種類とタオル、これを売ります、うん、あとは、まあ、今決まってるのはチェキとブロマイドですね、おお、写真の方撮りますん で、 やるんですか、それの方も、はい、あらあら楽しみですね、あとは決まってるのは DVD は、今回の DVD は収録いたします、はい、およかった、じゃあ見れない人もね、そうですね、見ていただけると、はい、まだ劇場で、はい、先行予約もそうですね、できるわけですね、はい、できますんで、はい、わかります、その辺もね、はい、ぜひぜひ、はい、お願いしたいと思います、まあ、なんかホワイトしか見れなかった人とかはね、はい、ブラックのやつを見ていただけるとブラックじゃ DVD でっていうことも、まあ、全然見比べができるんで、はい、はい、あれ、どうなるんですか、DVD は両方収録されるんですか、両方収録します、なんと、ちょっと別々の販売になるんですけど、あ、そうです、はい、お、両方収録するということで、はい、まあ、お楽しみください、お楽しみください、で、まあ、ちょっと今 DVD の話になったんで、ああ、そうね、ちょっとついでって言っちゃうのも申し訳ないんですけれども、はい、まあ、劇団さん第8回公演、奥の細道、大変遅ればせながら、
DVD 郵送させていただきましたので、はい、はい、もうそろそろ大変お待たせいたしました。申し訳ございません、はい、お手元に多分そろそろ届いたと思いますので、はい、頼んでて届いてねえよっていう人はいらっしゃったらまだちょっとお手数ですが、この 2,3 日ぐらいできっと届くんじゃないでしょうかね、はい、そうね、はい、うん、もう実際もう発送はしてるあるんで、で、届いてる方も声いただいてますので、はい、はい、もし万が一もう数日経っても届いてない方お手数ですが、ちょっとご一報いただけると、はい、はい、はい、いいと思いますが、はい、そうね、はい、まあ、はい、なんですか、いやいや、すみません俺なんか言った、そうね、そうね、なんか言うかなと思って、なんか言うかなって思って、あ、コメントいただきます、はい、ありがとうございます、本番楽しみにしてます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや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 、そんな感じで奥の放送道、まあ、うん、劇場でも買えますんで、あ、そうです、買ってない人は、うん、あれ劇場でもしかして過去の公演の DVD も買えたりするんですか、もちろんです、あらま、あらま、全公演ではないですけど、一部除く一部を除くね、おお、なるほどなるほど、じゃあそれもちょっとまだいろんなラインナップが、はい、またあるということで、はい、はい、ちなみにホームページっていうのも実はありましてですね、ああ、そう、はい、あ、そうなんですね、ないでしょ、知ってるでしょ、知ってる、それはさすがに、それはさすがに知ってるよね、うん、実はそのホームページの方からもグッズ販売しております、はい、DVD の方とかもね、ちょっと販売が今在庫切れとかになっちゃってるものもあったりするんですけど、はい、あるものはちゃんとそこで購入することができますので、はい、よかったらねホームページの方も覗いてみてほしいと思います、はい、ちなみにブラッツよろしく .com ですので、かっこいいね、ブラッツよろしく .com、 よろしくは4649、はい、それ以外に何があるか、ね、これもともとねブラッツ .com がやっぱ良かったの、うん、かブラック .jp とかね、けどやっぱね取れなかった、あ、取れないね、そう、じゃあどうしよう、じゃあよろしくと悪ガキよろしく、うん、ブラッツよろしく .com になってますね、まあこれもホームページもね、いろいろと、まあ、随時ね更新するようにしてますんでね、はい、そちらの方もチェックしてみてください、はい、はい、はい、あ、なんでしょう、コメントは、お、あ、奥の音道届きましたよ、お、あ、よかった、ありがとうございます、よかった、ありがとうございます、お待たせしました、ちょっとなんか奥の音道の話になったからなんかちょっと過去振り返ってみますよ、そうね、なんかネタバレ的な、なんか ねネタバレ、どんな話、忍者か、忍者のお話で、奥の、いやもう、ね、松尾芭蕉の話ですよ、そうだよ、若干記憶が薄くなってってるんで、うん、いや、これから見るんだったら、うん、いろいろ言ったらまずいんじゃない、まだ、あ、もういや、劇場で見たのかな、劇場で見て、だって劇場で先行予約されたから、あ、そっかそっか、一回見てくださったよ、出来上がってさ、見たんだけどさ、うん、収録した回にさ、うん、加藤さんがさ、ちょっと、そう、これはね、あれめっちゃ面白い、これはちょっと、ね、面白い、実際見ていただこう、これは言わないで、ひとみさん舞台上行ったでしょ、なんだっけ、最後のシーンで加藤さんが、加藤さん登場で、こうパッと変わって、こう、ドーンって出てくる時の、あ、多分ね、今入ってると思いますよ、今入ってると思いますよまあでもね、あれはね、ちょっとわざとなんじゃねえかっていう、その回か、いやいや、もう加藤さんの計算、これもう腕天才だったら本当すごい、本当天才だった、もう加藤さん癒されてる、大爆笑だったよ、もうまあそんなんでね、はい、コメントをいただいてます URL 言うたびハニカムのまでお約束ですね、それブラッツよろしくですねいや、ハニカムよ、ハニカみますよ、まあいいじゃないですか、覚えやすくてねはい、そんな、まあ奥の遅いし、はい、ね、まあ加藤さんもね、素晴らしい仕事して、ね、まだ俺も見てないんだよね、俺も見てないよ、見てない、この間ちょっと稽古場でね、うん、あー、ちょっとチラッと流したけど、操作、うん、の顔がすごかったね、操作、うん、真っ白だった、こんな白かったっけってぐらい白かったね、そうね、そうね、いやー、あれもね、いろいろとなんかありましたね、それは、なんか、うん、遠い記憶ながら、遠い記憶なんだよね、なんかいろいろあったなと思うけど、何があったかいまいち思い出せないぐらい遠いよね、あ、まあそう、まあそんな遠くないんだけどね、言うてもね、そうね、だって、え、7、半年ぐらい前ってことでしょ、うん、あ、そうね、で今回出てくれてる人は、ゆうやくん、そうさ ん, さんで、あれだよね、ゆっあ、ゲストのゆうくん、まあ、熊倉さん、うん、ね、うん、まあだから結構ね、ゆかりのあるメンバーが、うん、そうです、そうなんですよ、奥の音道もね、見てない方がいらっしゃいましたらぜひね、劇場で、そうなんですよ、劇場で今回のメンバーも大活躍してますんでね、はい、うん、この活劇ですね、そう、熱血忍者バトル活劇、すごいね、そうなんですよ、もう何回も台本打ってたから、うん、その熱血忍者バトル活劇めっちゃカタ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 打ってたけどすごい覚えてるんでね、うん、もういやー、まあみんなビタ汗かいてね、そうね、もう槍だのね、ね、あのりなんて武器ザンバトンみたいなさ、そうそう、なんであんなん作ったんだよ自分あれなんだっけ、あれ自分で作ったんだっけ、あ、違う、いやいや、あれはね、あれは作ったことあるんだっけ、藤吉さんっていう、まあ造形のお世話になってるね、お世話になってる方に、まあちょっと、うん、
1個お願いして作ってもらったんですけどね、うん、すごい武器だよね、まあ、僕の発注がそもそもおかしいっていう、サイズがおかしいっていうあれね、でもなかなか見れないからいいよね、あの、まあそうね、台上ですごいよね、あのデカさはね、うん、そう、うん、そしてなぜか今あれが俺ん家にあるそうなんだ、あ、そうか、ちなみに南家はあのブラッツの武器倉庫になってそう子供が時々遊んでるっていうねでも子供さすがに触れないでしょ、あれあれはね、触れないあれね、もう持てないよ、こうノックするレベルのドアぐらいの重さすごいすごい、いやまあそんなね、盛りだくさんな武器があったり ね、うん、アクロバットがあったり、うん、ほんと忍者バトルがね、うん、盛りだくさんですからね、あ、それ知ってる、なんでしょう、俺さ、この劇場、劇場じゃん、あの舞台公演前のユーストリームに参加してるの俺初めてなんだよ、おなんか言ってたね、いつもね、いつも小道具で ね、はい、壊れてね、衣装だったりね、そうなんですよ、うん、伊藤くんはですね今回小道具としての仕事がほとんどない、ほとんどないほとんどないよね、ほとんどないね、どうだよね、この縛られてる紐とかまあもろ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 若干作業あるけどぐらいの思う、ね、そうだよね、うん、だってこの甲冑にすごい時間かけてたぐらいですもんね、そうこれはね結構当初そのぐらい時間があったということですか、プライベートだもんね、プライベートで作ってる伊藤さん今回ね、うん、もうちょっとじゃあ手伝っていこうかみんなを、俺ねこの後私手伝ってもらったよ、うん、そう俺人に手伝ったんだよ、おその DVD を送るための梱包作業っていうありがとうございます、それはねみんなやってて、なんなら劇団以外の人にも手伝ってもらってるほんとありがとうございます、みんなのそうですね、努力の塊ですよね、努力で、まあこの俺らねやるべきことをねいろんな人に手伝ってもらってはい、そんなコメント来てます、あ、はいはい、いただきました、やっぱりコメント、加藤さん狙ってた、あ、見ましたか、絶対そうっすよね、絶対そうっすよね、でもさ、やっぱ計算であんだけのナチュラルさ出せないんだよ、いや、出せねえんだよ、あれはね、ですよ、神が降りてきたんだろうね、すごいよね、なんかのやっぱね、こんだけいないところで話題にならんよ普通に見てても加藤学ぶ、加藤学ぶ加藤さん、熊さんと一緒に新幹線行ってますよ、ああ長野行ってますよ、頑張ってください、もう、いやすごい、あ、でも、うん、あれだね、今日のユーストリームはもう気がつけばほぼほぼ、はい、今回の舞台の話で、うん、もうぼちぼちっていう感じで、そうですね、残り10分を切っておりますけれども、うんうんね、まあ、なんかあります、思い残す、まあ10分ありますけど、うん、はい、なんかこれ言っとかなみたいなあります、うん、告知とかでもいいですよ、あ、そうだ、告知が俺、あ、告知があるんですよ、あるんですか、あるんですけど、今それを書いたものが、うんうんうん、撮ってきてよ、撮ってきます、どこにあるの、あの、そこに、私ね、ちょっと撮ってきます、いいよ、どうぞ、また言えないことば、言えないことで、言えることはないですか、ひとみさん何、また、なんか解禁したこととかないんですか、解禁したこと、うん、トゥーヤングトゥーダイってもう終わったんですか、それはね、もうこの先、うん、あの先月の回で言ったんで、うん、はい、でも今度ね、撮影がありまして、はい、それは多分きっと喜んでいただけるんじゃないかと思う感じの情報ですので、なんかちょっと疲れてます、人さん、10月ぐらいかな、10月ぐらいをお楽しみにしていただいて、まだ終わってないからスイッチ切るのやめてもらいます、ちょっと消えてねえよ、消えてねえか、消えてねえよ、それ好きだな、結構やれよ、10月に公開、公開放映、放映かな、お、もうすぐじゃん、そうです、撮影ってことですね、そうなんですよ、あーなるほど、もう撮影終わってるんですか、いや、これからです、これから、明日、すいませんが、キャット衣装合わせに行かせていただいて、なんとひとみさんね、明日稽古抜ける、ちょっと抜けさせていただいて、ピッて忙しい中、すいません、でも、ね、喜んでいただくために、そちらもね、頑張っていきたいと思いますので、頑張ります、アクションあるんですか、それはどうかな、もうひとみさんはね、言えないことばっかりだから、ね、うん、謎の多い女だから、謎の多い女だからね、そうなんです、こんなシークレットを受け取ってね、はい、僕らはね、まあ、僕らもね、そうなんですよ、僕らも実はね、やってることあるんですけどね、なんだかんだ言って僕らも、まあまあ、言えないんですよね、僕らもいろいろ情報規制がありましてですね、でもちゃんと活動は実はしてたりするんですよ、はい、はい、ちょっと伊藤くん、ね、大きい大きい作品なんだけどね、そうですよ、いろいろとね、なんかいろいろあるみたいで、ごめんなさいね、はい、残念、はい、携帯になっちゃうんですけど、はい、ごめんなさい、これ読みながらです、どうぞ、こちら8月26から28日にですね、はい、海賊のように飲む会の、はい、海賊版公演2、はい、60分ぐらいのオブザデッドという、この作品で60分くらいのオブザデッド、なんかゆるいタイトル、そうそうなるほど、それまあこれ川本さんがまあ作演して、はい、して、はい、
まあ、25回公演ですね、はい、場所はなんとこのここですね、ここですか、はい、ジェットロボットで、あ、はい、そうだ言ったね、ちょっと待ってください、日付今なんて言いました、うん、8月の26から28ってことは、うちの手のひらサイズの人生大車輪の選手団が14日、そして本番が26ということは間2週間もないないすごい、そこから稽古参加ってことですよね、稽古参加で、おっと大丈夫ですか、伊藤さん、これもう大変だよ、頑張れ、台本もらってるんですか、うん、いやまだまだ台本がないんで、あまあまあここからやっていこうかなと、そうですよね、まあまずはこっちですもんね、うん、そうね、まあ、そうそう、まずこっちやって、だから今こう遅く稽古参加、こっちのね、はい、参加してくれた人とほぼ同じような状況だよね、ああまあそういうことですよね、ああだからそれはやっぱりほら、まあまあ、トバちゃんとかみたいにこう、ね、バチッとさ、うわっ、すっげえなーっていうのを目指して、いやずっと台本持ってるでしょ、ずっと台本持ってるどんなお話の、ああそうです、いやまだそれもちゃんと出てないんですが、まあゾンビものという、まあ、オブザゼットなんで、なゾンビ、俺の好きな、大好きなゾンビ、本当川本さんのノリ、ゾンビ好きやね、ゾンビ好きだよね、と楽しそうに話すもんね、何が一番好きなんだっけ、ゾンビ作品だったら、いや、それがまたね、難しい話なの、何なのって言われても、やっぱロメロもいいしみたいな、ロメロってすげえ古いやつ、ジョージ・ロメロのロメロっていう、そのゾンビの巨匠ね、そうだよね、作品ももちろんいいし、かといってちょっとなんかふざけてるようなコメディゾンビのものもいいやつあるんですよ、ショーン・オブ・ザ・デッドとかいろいろ面白いのもあって、まあその中でシリアス系のゾンビもあって、まあまあね、1は選べないよね、動物系のゾンビ見た、ゾンビーバー、あーゾンビーバー見てないんだよね、なんかでも話題になったね、ゾンビーバーっていう、ゾンビーバー面白い、見たの、ちょっと前かな、うん、お、珍しい、ゾンビーバー、ゾンビーバー怖い、シリアス系、いや面白い、あのちょっとうん、って感じのやつの面白さ、全然伝わねえよ、なんか怖いとかいう感じじゃなくて、ゾンビーバーがそれっていう感じの、あービーバーがビーバーがゾンビだからゾンビーバーな、うん、まあそうかなと思いましたが、が、はい、いやいやありがとうございますゾンビーバーですね、まあ気になる方は見てみてください、はい、あと告知ってわけじゃないんだけどね、ないんだけど、9月に、もしかしたらこれまだ未確定なんですけど、これは未確定なのであれなんですけどね、ブラッツで何かちょっと、うん、まあ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 イベントというか、まあ、まあ、とある場所でね、いつもと違う形で、はい、ちょっとイベントというか、そうですね、もうイベント2回目まあそのねイベントと言いますか、はい、みたいな、なんかちょっとしたなんか企画が進行中ではあるので、ですな、まあまあそれも、そうですな、うん、まあやるかもしれないし、やらないかもしれないというっていう感じぐらいのものがブラッツで動いてるんで ね、やんないのかよ、まあ来月の言うめっちゃ流しちゃった、めっちゃ流したけど、嬉しそうだね、まあ、来月のお知らせできるんじゃないかな、そうですね、これも決まり次第で、告知をさせていただきますので、ね、うん、ぜひぜひね、うん、それも多分日数はすごい1日とか2日とかの話ですもんね、きっと、うん、なんでね、ぜひ予定の合う方は、うん、でもちょっと決まったら面白いよね、いや面白いですよ、やりたいですよね、いろいろやっぱね、僕らでまあまだ作って、うん、ね、そのイベントですか、うん、はい、やれたらなと 思ってますんで、うん、はい、よろしくお願いします、来月何日だっけ、何日だろう、はい、来月はですね、9月6日6日火曜日になりますね、まあ、毎回火曜日ですね、毎回火曜日ですからね、あれ9月6日誰か誕生日じゃなかったっけ、ユーゴの誕生日か、なんだよそれ、すげえなんか緊張感、これいいよこのカメラ回った終わった後で話す話、まあ、ユーゴっていうのはちなみに僕らのジャック時代の同期のあのね、まあいいや、ごめんなさい、はい、藤井君ですけど、はい、藤井君、まあ、頑張ってるからね、いや、ユーゴも素敵ですから、ね、安田とかでも近いよね、まあノリもだけど、うん、まあまあね、まあ9月多いですから ね、はい、はい、ちょっと時間余っちゃったよ、ちょっと今締めようと思ったのにちょっと余ってるよ、うん、あと何、告知的なものはもうないのかね、もうね全部言っちゃった、できない、ほんと意外にこう情報規制がね、うん、かかってるっていう、ね、あーなるほどね、情報規制、俺もでも、そうね、うん、撮影が1本俺は決まってるんですけど、それも全く情報公開できません、あーなんか言ってたね、それノリね、何年かぶりの撮影来たもんね、撮影が何年かぶりじゃないでしょ、あれ出てたじゃん、パトレイバー行ったじゃん、まあパトレイバー行ってたけど、ね、あれ1年…ちょっと前でしょ、結構前でもあれも、ね、え、1年は経ってないでしょ、え、2年ぐらい前でもっと経ってるでしょ、経ってるでしょ、パトレイバー、俺も一緒に行ったよ、パトレイバー、ね、パトレイバー去年やってたじゃん、いやずっと、いやでも結構長くやってるからね、うん、まああれもでも結構前だね、でもそうよね、まあ、久しぶりの撮影行こうという、はい、それはそれ楽しみなんですが、ね、まあそちらの方もお知らせできる時期が来ましたら、ね、はい、お知らせします、はい、まあね、まあひとまずまずは、まあ、ひとまずまずは、ね、ひとまずまずは、ひとまずまずは、
これだね、これです、うん、手のひらサイズの人生大車輪、はい、何度も言いますが、まだお席の方、うん、余裕がございますので、はい、はい、前売り3500円です、はい、羊、南阿佐ヶ谷の羊座というね、はい、まあまあ、割とね、近い距離で見れるという、はい、これ、先行予約でさっきも言いましたけど優先入場ありますんで、はいはい、そうですね、はい、あのね、さっき言った、うん、謎の席に座りたい方は先行入場で、はい、お願いします、うん、できますんでね、まあ、物販とかもね、充実してますし、はい、スペシャルゲストも、はい、豪華なゲストが盛りだくさんになってますんで、はい、はい、8月10から14ですね、はい、はい、お待ちしておりますので、お待ちしております、はい、よろしくお願いします、お願いします、じゃあタイトルゴールで締めさせていただきます、はい、はい、劇団ブラッド末アジトに大集合でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、おやすみなさい、劇場でお会いしましょう、劇場で、劇場でよろしくお願いします、